ポリングは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のバイルハイムショーンガウ、軍に属す、町村である。ポリングは、オーバーラント地方に位置する。この町は、公式には八つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ポリング町内の最初の定住跡は4世紀のもので、ある。 業界岩の採石場からこの時代の粘土製容器や道具がいくつも現れている。その一部はポリング郷土博物館やミュンヘンの州立考古学博物館に展示されている。ポリング修道院伝説によればポリングは750年頃に成立した。ある日、バイエルンコータッシュロろ3世はこの地での狩りでメジカを追っていた。突然鹿が立ち止まり地面を描いた。 するとそこから三本の木製の十字架が現れた。そこで、タッシロコはここに、ベネディクト会のポリング修道院を創設したというので、ある。修道院教会には、実際に木製の十字架があるが、研究の結果、古くても9世紀以降のものであることが判明している。修道院の創設は、おそらく地元貴族家の不応じ家の人物によるものと推測されている。 文献上最初の証拠は11世紀のものである。長自体はバイエルン選定綱領の一部であり、閉鎖、ホーフマルクを形成し、その本部は1803年までポリング修道院であった。このホーフマルクは修道院と共に1803年に廃止され、1818 18年に現在の自治体が成立した。1978年に、 それまで独立した町村であったオーダーディングとエッティングが合併した。町長は2020年以降マルティン・パーペが務めている。町議会は16議席からなる。業界岩の豊富な産出はかつてこの町の重要な経済要素であった。周辺の多くの建造物は建築資材として業界岩を用いている。現在ではかつての多くの業界岩採掘場のうち、 一つだけが残っている。ありがとうございます。